HH46-47 とは、地球から見てほざの方向2470光年、離れた位置にある、ハービッグ波浪天体である。HH46-47 は、反射星雲として観測されるオウシザ T 型星の、原子星を囲む星雲の HH46 と、ジェットの HH47 で構成されており、それぞれ別々に、カタログ番号が与えられている。 また、HH47 は HH46 を囲む、5乗の HH47A、地球に近づく方向にある、極めて長いジェットの HH47 倍と、地球から遠ざかる方向にある、短く見えるジェットの HH47C に分けられる場合もある。非常にはっきりとしたジェットが特徴的であり、しばしば観測対象となる。ジェットの速度は、 時速70万キロメートル以上。ハップル宇宙望遠鏡の観測では、HH47 バイトがわずか数年の観測でも、移動しているのがわかるほどである。太陽系の10倍の規模で、バウショックが観察できる。ハービックハロー天体は、通常、原子星に対して、双方向にジェットを放出していると考えられているが、そのうち地球から見て遠ざかる方向にあるジェットである。 HH47C は地球から見て手前側にある暗黒成分の A 素210から 6A に隠されており観測が困難であった。2013年にあたかま大型ミリ波サブミリ波干渉系は HH46、47に含まれる1、酸化炭素から放出される電波を観測し、 AS210 から 6A に隠された部分の HH47C の構造が観測された。この観測は約5時間と非常に早く終わっており、他の望遠鏡の10分の1程度の観測時間で済んでいる。この観測によって、ジェットの動きはこれまで考えられていたものより速度が速いことが分かった。また、HH47C と直行する未知のジェットも、 同時に捉えており、HH46 と連生関係にある未知の原始性ではないかと推定されている。ありがとうございます。